芸術講師の佐々木貴人です。今回は土塗りやクラフト糊の使い方を説明します。クラフト糊の使い方ですごく多いのが、こう接着面にクラフト糊を必要以上に塗った上で、さらにすぐに何もせずに貼り合わせてしまう人ですね。こうすると全然くっつかないですし、余ったクラフト糊がはみ出したりとかして指に糊がくっついて、その状態でこうまた紙を貼り合わせようとして触るとどんどん汚れがついていってしまいます。強度も全然出ません。今度は必要な量、少量をこの面に、接着面に塗布し、いらない紙を使って塗ったクラフト糊をはたいて泡立てます。そうするとこんな感じでどんどん糸が出てきて、糸を引いてくるので、引いてきた糸をつけて接着します。そうするとすぐに接着をすぐに強度を保ちますし、横から液が漏れてくることもないです。